今日はジェイコブとデートでーす。皆さんお疲れ様です。今日は人生初めての花火デートに行く国際夫婦の様子をご紹介します。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん入れますね。今9時で。この日は前日がジャパンポッドキャストアワードの表彰式だったので、なんかね、ちょっと sounds better だと思う。 Yeah, sounds better. Pretty sure like most YouTubers use short. Like, アメリカ内部で何時間もいるんですか？あ、しのぶさんはいるんだ。あ、いたいた、でかい、いました。朝の9時からオンソロメンバーさんとズーム打ち上げをしております。デートです。今から桜を見に錦糸町まで行ってきます。なんかちょっとレトロな東京って感じですね。地下は世話しなくなったんで、さすが駅前、駅近、駅や周辺。今日は3月15日なんですけど、開花がちょっと早すぎるかもしれないということで、不安を持ちながら錦糸町に行ってきます。 I don't think I have coin? I think I do. 沖縄では見たことない奇妙なドリンクを発見。カニ鍋お雑煮、米入ってるこれ。米？うん。早速飲んでみることに。うまい。うまいんだ。うん、ええー。飲みます。カニの味するすげえ。普通に。うまいじゃん。めっちゃうまい。なんで？いや、like way hotter than that。なぜか2個目。コクトロ、コンパタージュ。いや、way better ね。おそう。開花にはまだ時間がかかると知りながらも、あるソースを頼りに錦糸町へと向かいます。いっぱい飲んで帰れへんか。タワーの、はい、方向に行くと行くでしょ。もしかしたらThe entire tree that looks naked, that's a sakura tree. え？うん。 And it's not blooming whatsoever.Who gave you this false information? I should be watching Dune. Like, why are we going somewhere that's not going to happen? Yeah, you just... I just like walking around. Yeah, rush the street. まあ、咲いてたら綺麗なんだろうなっていう。それも Dune なんで、沖縄でも見れるから。I know. We don't have to see it today. そして私たちは桜を探しにスカイツリーの方向へと歩きます。さんが桜と思ったっけ？なんでさ、おしゃれな男の人ってさ、丸メガネつけてんだろうね。そして私たちが迷い込んだのはバースコーヒーロースリーハル。レジ前で好きなコーヒー豆の匂いを選び、選んだ豆で丁寧にコーヒーを入れてくれるとても素敵なお店です。ここまでゆっくりするつもりはなかったのですが、自然と心地よい雰囲気に飲まれてのんびりしてしまいました。人生初花見だ。花見だね。うん、一度だけあったな。みんな酒飲んだよな、みんな。酒飲んで花見する。そうだよ。Japanese people always find a reason to drink alcohol. As if you need a reason. あ、本当だ。人が並んでる。リスナーさんの人に会って。教えてもらったのが、錦糸町に咲いてる桜は2本しかないそうです。 Do you wanna climb up the sky tree? あら素敵。 It's a pretty weather, don't it? はい、そうなんです。スカイツリーの前で咲いていた桜の数、なんと2本。花見というには少々寂しいような。私たち同様、時期をミスった観光客が木の前で写真撮影をしておりました。あ、1800円だった。 I was on point. 1800円だった。 What the fuck you?No, I just googled it. 2000円で。もっと高かったかな？調べてみるわ。I mean, the fact that I said 2000 yen. Yeah. Yeah, pretty impressive. No, I kind of don't really feel like going up there. Okay. Is it cool to go up there? Yeah, for sure. Like, you get to see the entire Tokyo. And then, because today is such a beautiful day, you probably get to see everything. Yeah, I genuinely just do not want to do that. I think...Going to Koen sounds like more fun. カフェのオーナーから公園で桜祭りがやっているらしいという情報を受け、錦糸町公園へと向かいます。最初さ、目がしょぼしょぼするのコンタクトのせいかなと思ったらさ、多分花粉だね。花粉かよ。日焼けのが大変。咲いてね。
咲いてねえけど蒙古タンメン見つけたから丸だな。全然咲いてねえ。全然咲いてない。ものすごい咲いてない桜が。場所を間違えたのか、目当たす限り桜の佐の字も祭りの間の字も見当たりません。I've never seen sakura in real life. And I don't think I'll ever be able. そうね。Catch the sakura season is the hardest thing to do. It's never aligned. Well, no. No, that's not. まあ、蒙古タンメンでも食ってくる。仕方がないので、公園に向かう途中で見つけた蒙古タンメンを食べることに。さあ、ベビー、初の蒙古タンメンはどうでしたか？美味しかった。美味しかった。けど、うん、もっと辛ければよかった。そうね。ちょっと、私たち、バッホを守るために、辛くないのにしすぎてしまったのが原因であったな。もう少し辛いの食べたかったな。8まではちょっと辛すぎたかもしれんけど。 No, I think 8 is probably the way to go. 次に食べる機会があったら皆さんに感想をお伝えしたいと思います。 Okay. 一旦帰りますか。じゃあ1時間の仮眠を取ってまた街に繰り出します。 Hey, my friend. Baby, what are the largest Uniqlo? The one. あれ、あれか、目の前に。 Oh, they're rotating. Yeah.そうそう。今終わりましたよって言ってるんだ。誰も聞かへん。さすが銀座や。金の音も高級な感じ。such a おしゃれな街だな。うん、エクストリームにおしゃれ。ハイエンドな人がいそう。初めて訪れた中目黒という街に圧倒される2人。宝の店って分かりやすいね。Yeah. うん、分かりやすい。中目黒おしゃれ。歩いてる人もおしゃれに見える。多分そんなことはないね。そして私たちがやってきたのはここメキシコ料理専門店のジャンカデイク。東京で一番テックスメックスに近い料理を提供する店で誘われて行ってみたんですが、本当にその通りで、アメリカ編で紹介したフローズンマルガリータに激似のドリンクやチミチャンガ、ファヒータ、そしてエンチャラダまで、全てがほぼテキサスにあるレストランに近い味でした。そして今からホテルへと戻ります。16,000歩歩き終え、やっと待ちに待っていたお風呂の時間です。こんにちは、お風呂から今回もポポリさんがスポンサーいただいております。ありがとうございます。私はポポリを使ってもすでに3ヶ月以上、これも4本目なんですけど、その季節になってくると、特にロンドンに住んでいらっしゃる方は花粉や髪の毛がかなりゴワゴワしてくる季節だと思います。花粉のせいで目がショボショボする。沖縄の場合はどっちかというと紫外線で髪の毛がね傷む季節になってくるんですけど、ちなみに前回紹介したのは匂いがアールグレーのものだったと思うんですけど、今回入れたのがスモースタイプっていうことで、ローズの匂いになっていて、日本でシャンプー、コンディショナー、ヘアパック、ヘアカラーケア、頭皮ケア、5つの効果が期待できます。ちなみにアメリカではカリフォルニアの女性は平均して毎日髪の毛を洗うのに対し、テネシー州の女性は平均週1回だから、異なります。アジア人の髪の毛はどうしても油が出やすいので、毎日洗うだったら良いものを使いたい、そんなこだわりのある方のためのアイテムです。泥で洗うので泡がこういう風に立たないんですけど、泡が立たない分そこまで髪の毛の水分を取らないときは、すごく髪のダメージを悩んでいる方おすすめです。髪の毛をセットしたまま放置します。3分ぐらいね。今回はヒノキがついてきたので、ヒノキを入れたいと思います。ホテルに来るとこういうアメニティも楽しいですよね。使ってますこそ10本。こういう風に髪の毛が洗い流してもツルツルなんですよね。このホテルはアメニティにポーラスキンケアがあったので、がっつり頂戴し、贅沢に塗った後髪の毛を乾かしていきます。ローズの香りがする。やっぱり使用後はこのようにしっとりとまとまります。初回購入で髪に合わなかった際には永久保証もあるので、皆さんももし機会があればぜひ使ってみてください。椿じゃないこれ。綺麗。椿ってこんなでかくなるんだね、花。
次の日、沖縄に帰るべく早めにチェックアウトし、持ってたアップルウォッチを落としてしまったので、新しいものを探しにアップルストアへと入ります。その足で空港に向かい、腹ごしらえに空港でカレーを堪能し、私たちの初めての花見は終了しました。最後にスムースタイプの新商品を購入して、特別なキャンペーンのお知らせです。概要欄のリンクから飛ぶと、ココネムースとヘアオイルがセットになって、定期初回価格1980円、プラス送料無料で購入することができます。皆さん最後までありがとうございました。またの動画でお会いしましょう。